林おじさんのピアノの弾き方ナンバー1の3、こちらの楽譜をご覧ください。1段目2段目は前回練習しました。今日は3段目。はじめに1段目2段目をゆっくり通して3段目もゆっくり続けて通します。今お聞きになってなんか3段目はどこと似てると、実は1段目のメロディーと3段目のメロディー一緒一つ目は同じです。だから似てる感じがするんだよね。ただ3段目になるとメロディーの他に余分な音がついています。どんな音がついてる？ドとラがついてるよね。ちょっと拡大しよう。はい、タンタランタ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 ランタ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 タンタランタン、上がってるね。これも違う。2小節目がタンタンタンタランタン、下がってるに対して6小節目はタンタタンタランタン、それ上がってるのにさらにっていうのがついてる。こうなってんでね、両手で弾いてみよう。ご一緒一つ目からこうなってるんだ。これを片手でやれって言うんだ。右手パーツなんだから。できるかな。親指で下の音を弾こう。そうなってるんだよね。なんとか練習しておいてください。では今度は左手パート。一段目の左手パートはブン休みブン休みなんだけど、三段目はブンチャブンチャとなっています。つまり2拍目も弾いてるってことだよね。それも音が飛んでる。できるかこれ。両手で弾けばこんなが、両手で弾けばバーできるけれども、これを片手でやるって言うんだ。できるか。難しくなってきた。さらにさっきの音合わせろって言うんだ。できるか。いくぞ。あとは練習するしかありません。ということで、ではそこまでの演奏と4段目を通して受動演奏で聴きます。まああのね、受動演奏でもできるんですけどね、やっぱり自分で弾くっていうのが本当面白いんです。では受動演奏。
では次は4段目に進みます。ではまた。